小栗旬です。今からリフティングします。好みのタイプはサイコパス、小栗旬です。サッカー未経験、運動音痴、そんなパンピーです。パンピーとは一般ピーポーの略です。リフティングができないゼロの状態からできるようになるまでを記録していく、そんな動画をアップしています。ぜひぜひチャンネル登録をして応援よろしくお願いします。では早速本題に移っていきたいと思います。今日のテーマはサイコパスです。皆さん、サイコパスっていうお言葉は聞かれたことはありますか？早速ですがサイコパステストをやっていきたいと思います。これから小栗が質問を投げかけますので、想像しながらお話聞いていただけると嬉しいなって思います。では第1問。手足のない男の子がいました。ある日彼はラグビーしに行ってくると言い、遊びに出かけて行きました。母親は手足がないのにラグビーと疑問を抱きましたが、何も言わずに外へと行かせました。夕方頃、男の子は T シャツを泥だらけにして帰ってきて、楽しかったと笑顔を見せました。なぜ？皆さんはどう思われましたか？一般的な人の答えからいきますね。一般的な人の答え、車椅子に乗ってラグビーをしたなどです。ではサイコパスの人の答えはどうなのか。サイコパスの人の答え、少年がボールになった。では2問目いきたいと思います。自宅のマンションのバルコニーに出たところ、男性が女性をナイフで刺している現場を目撃してしまいます。そしてその男性と目が合ってしまった。その男はあなたの方を指さして一定の動きで手を動かした。これにどのような意味があるのか、どう思われますか？一般的な人の答えは、次はお前だとか、そういう感じの答えになるそうです。ではではサイコパスの人はどういう風な答えをするのか。あなたのいる場所の回数を数えていると答えるそうです。ではもう一問だけいきましょうかね。サンタからのプレゼント。クリスマスの夜、ある男の子のところにサンタからプレゼントが届きました。サッカーボールと自転車でした。ところがその男の子はそのプレゼントを喜びませんでした。なぜでしょう？どう思いますか？一般的な人の答えは、すでにそのプレゼントを持っていた、それが欲しいものではなかったと答えます。ではサイコパスの人はどう答えるのか。サイコパスの人の回答、男の子には足がなかったからと答えるそうです。皆さん、テストを受けてみていかがでしたか？ぜひ興味のある方はサイコパス診断って調べると結構出てくるので、調べてみると面白いかもしれないですね。日本でもサイコパスと言われる人は100人に1人いるらしくて、必ずしも凶悪な犯罪を犯している人ばかりではないということで、結構ね、一般人として社会に溶け込んでいるパターンが多いそうです。小栗もなんか知り合った人の中で、この人面白いなって、感性がちょっと人と違うなとか、言動がちょっと面白いな、見てて楽しいなって思う人がいた時に、あれもしかしてサイコパスなのかなって思う時があって、そういう方にテストをお願いしたことあるんですけど、ちゃんとね、実際に3人に試してもらったところ、あのラグビーボールの質問、ラグビーをした男の子の話で、3人中3人が男の子がボールになったって答えてました。なんかね、サイコパスって調べると、両親が異常に欠如しているとか、他者に冷淡で共感が持てないとか、慢性的に嘘をつく、行動に責任が取れない、罪悪感が欠けているとか、結構マイナス要素で書かれることは多いんですけど、でも実際のところは、口が達者で魅力的だったり、自分に結構自信がある感じなので、異性にめっちゃモテたりとか、あと見た目も、なんか一般的よりちょっといい感じの人が多いらしくて、まあ、一言にまとめると美男美女が多いそうですね。あとね、思ったことをすぐ行動に移せたりとか、そういう一面もあるので、結構社会的に見ても、あの地位の高いところに上り詰めてる人は多いと言われています。小栗、今回テスト受けてみたところ、なんかパンピーな一般的な
ザ一般ピーポーって感じの答えだったんですけど、けどね、なんかいろいろな考え方を持った時に結構人とずれることが多くて、例えば10人人がいたら8人が A って答えるのに残り2割がなんか違うことを言うと思うんですよ。で、絶対全員がその答えになるってことは絶対にないんだけど、もぐりの場合はだいたいその2割に入っちゃうことが過去に多くて、なんか人と一緒にいても共感してもらえる人がいないとか考えが一緒の人がいないっていうのですごい寂しいとか孤独に思ったことはあって、友達と一緒にいるのになぜか自分だけ一人のような感覚にとらわれることもあったんですけど、けどね、だんだん大人になるにつれてそういったこともあるんだっていう、みんなが A って答えるわけじゃなく A の人もいれば残り2割は B やったり C やったり D やったり E やったり結構好き勝手答える人がいるんやっていうふうに思った時に、なんだ自分は残りの2割だっただけかって思ったら結構心が楽になって受け入れられるようになったんですけど、そのサイコパスっていうのも一見するとちょっと怖いような、そういったマイナスな面を書かれることも多いなって思うけど、そういう人もいるから社会って成り立ってるのかなみたいな風に考えていました。なんかウサギさんの話があるんですけど、ウサギって2パターンのウサギがいるんですって。巣の周りで生活をして安全で遠くに行かないように生活しているウサギさんもいれば、結構遠くの茂みへ、あそこの茂みの向こうには何があるんだろうって冒険していくウサギさんもいるわけなんですよね。でもウサギの世界ってその2つのウサギさんがいるから成り立ってるんですけど、例えばウサギさんあんまり冒険心ばっか持ってると天敵に食われてしまう可能性が高くなる、遠くに行ってればね、それだけ天敵に出会う可能性が高くなるので食べられてしまうっていうのもあるんですけど、でも例えば食料が減ってしまって餓死寸前になった時に、そういうウサギさんがいると遠くの茂みの向こうにもっと食料があるたちを見つけるかもしれないって思った時に可能性は広がるから、そういうウサギさんもいた方がいい。けどね、攻めるウサギさんだけにしてしまうとみんな天敵に食われて絶滅してしまうので、そういったお家に残る安全パイのウサギさんもいるっていうことで、両方がいてそのウサギさんの生命体が守られるわけなんですけど、人間もそうなのかなと思って、いろんな人がいるけど全て一緒にしてしまったら一緒の動きをして一緒の結果になって一緒の結末をたどってしまうけど、いろんな人がいろんな風に行動するからいろんなパターンが生まれるし、いろんな結果に結びついて、なんかね、白黒じゃなくてちょっとね8割がいて2割バラバラしてるみたいな感じの方がバランスが取れるのかなっていう風に思っています。それでね、人間って誰しもプラスの面とマイナスの面っていうか長所と短所があるみたいに、一人の人間の中でも2つの性質があると思うんですけど、結構人間って自分の中のことに丸バツつけて見てしまう、いい悪いってつけてしまいがちなんですけど、両方を認める方がいいんだよっていう考え方をおぐり知りまして、心理学的に言うと自己需要っていうそうなんですけど、光があれば影ができるように、太陽があって月があるように、表があれば裏はできるしっていう、絶対陰と陽っていう関係は生まれるのが当たり前なので、自分の中でも長所や短所があるのは当たり前、こうだから丸、こうだから×じゃなくて、その両方を知って悪いところも自分なんだって認める、こういうところがあるんだなってちゃんと受け入れる、いいところはいいところで素直に受け入れる、そうやって丸×判定するんじゃなくてただただ受け入れるっていうのが大事だよっていうのを考えを知ってから楽になりました。ということで皆さんはどうですか？チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。女の子はじめました、ため息はビオロンの調べに似て、あ赤い実弾けちゃった、まだあなたを知らない。